勲章治療ということで。いつも疲れてます。めっちゃ強くなる。あ、本当だ。綺麗ですね。噂の神田のサーカスです。和田です。今日は鼻垂れ小僧でしたっけ。なんでそんな風に言うんですか。鼻炎慢性ですね、うん、絶対垂れてます。でも外には出ないです。花粉症が増えてくる時期なので、花粉症の治療としてやってるものなんですが、アレルギーとか鼻炎全般に効果があるものなので、今日は題目としては花粉症治療ということで、花粉症じゃない方も何かしらこう花粉の影響とかは受けるので、鼻水が止まればいいなっていうような治療をやりたいと、はいはい、思います。はい、はい、こっちの足を上げてもらっていいですか。で、ちょっと僕を押すんで耐えてください。はい、うーん、こっちで、はい、耐えてください。こっちは弱いですかね。左の方が弱いです。もう一回いきましょうか。もうきつい。ですね、うん、まあちょっとこの感じを覚えておいていただいて、はい、なかなか気の流れっていうとなんとなく怪しいような感じもすると思うんですけど、はい、そういうのがあるんですよ。気の流れっていうのがこう流れてるんですよ、はい、流れがこう滞ると力が発揮できなかったりとか免疫力がこう下がったりするので、うん、流れを整えていきます、はい、よ元気ですね。そういうことじゃない、うん、脈でも肺のところがちょっと強くて呼吸器系ですね、はい、こっちに比べるとこっちの方が硬いの分かりますか。分かります。こっちは、はい、ちょっと嫌な感じで、はい、硬いですね。この肺に当たるとこなので、ちょっとまあ呼吸器系の治療をした方がいいかなっていうような、だいぶ左右差があります。そうですね。では、つぶしでやりましょう、はい、最初に、ここですね。いきなり本題にじゃないけど、首の後ろのところに花粉症の特効血っていうんですか、特殊なツボがあって、こう行っていきます。ちょっとずーんと行きますね。僕もこう、花粉症ひどいので、去年この花粉針をやってもらって、本当だいぶ去年は抑えられて、ずっとコンタクトつけられたっていう、うん、だいたいまあペースとしては1週間に2回ちょっと詰めてこれを行って、回数的には5回くらいやると軽く済みます。去年結構早めにやったんで軽く済んだんですけど、こう症状がこう出ちゃってる方もやってる時は鼻が通る感じは感じれるのでだいぶ楽になります。この辺硬いですね、うん、ちょっとずんときます。鼻垂れ始めました。垂れてない。いつも鼻がぐじゅぐじゅでしたっけ。ないでも終わると結構ね、すっきり感を感じることができるので。大事ですね。うわ。結構きますわ。ズーンと響きます、ね。はい、肩もちょっとできますね、うん。呼吸がこう楽になると症状というか収まるので、いいよ。風ってこっから入るって言われてるんですよ。風邪。はい、風の風の邪気。そうです、そうです。はい、ではこのまま5分置きます。結構これだけでも肩こりっていうか、うん、呼吸がしやすくなるんで、この花粉症のツボではあるんですけど、いろんなアレルギーを抑えるポイントなので、ここをこれをやると鼻が通るというか、目のツボもあるんで、うんうん、僕は結構花粉なりたての頃って喉に来るんですよね。あ、喉がもうずっと苦しくて、ね、そっから、うん、目に来る、うん、目が痒くて。あ、やべっ、目が痒いな。はい、でちょっと仰向けになりましょう。か
青の針でいきます。第3の目がインドウっていうツボがあるんです、うん、私でもそこにあの切れ物がある。第3のツボで第3の目が持ってきてるんです。これはね、こうすごい花が通るツボでちょっとねチクッとするんですけど、痛いんですよ、うん、チクッとしますね、うん、チクッとする敏感なので、もうちょっと通ってきました。ちょうど、うん、早い早っ。なんか変な感じですね、通るのか。通るのが変な感じ。そうですね、いつも通ってないんですね私。目の症状がある方はもうちょっと目のツボを加えたいしますが、眼精疲労はありそうだから、ね、ちょっとこの辺り。もういつも疲れてます。なんでシワシワです。そんなことないですよ。なんか言い方が悪いですね。ちょっと素直に受け入れられない感じがします。アレルギーとかない？アレルギーって何なんですか？ハウスダストとか。いやー、犬猫アレルギーとか知ったことがない。あるかもですね。でも、うん、家族はあります。ズンです。ふぃしましたよ。絶対。足のツボがこっから鼻までっていうので、足のツボに行きます。では、ね、気を補っていきます。吸って、吐いて、吸って。これ全然ギャグとかじゃないですか？いや、そうなんですけど、はい、なんかメロディーにしてますよ。吐いて絶対メロディーです。吸ってシュッ、吸って吐いて、吸ってで、シュッ。そのまま来ました。あれ？来た。吐いて、吸って、シュッ。なんか記憶って出てくるんですか？そうですね。まあ僕が上げてる。あ、じゃあ僕は退化したんですか？いや、この辺にある記憶。あ、集めてくれてるんですね、はい、いいんじゃないでしょうか。整いました。はい、その心を整う。整う、整理整頓の整と書いて整う。そうなんですか。今のね、大好きなんですけども、私はミステリーっていうのが大好き。皆さんも読んでください。これちょっと長めに置きましょうか。10分ぐらいありますか。結構ね、やってるそばから、うん、鼻が通る感じあると思うんですけど、鼻はね、こんな感じですね。はい、10分経ったので抜いていきたいと思います。ちょっと脈を、うん、良さそう。落ち着きました、うん、一応、まあ、このやり方自体は、まあ、どこの鍼灸院でもできる内容ではあるんですけど、特殊な治療法になるので、やり方を分かれば結構効果は出せるんですけど、なかなかできるっていう治療院は少ないかもしれないですね、うん、知らないとなかなか分からないかもしれない。その流れが良くなるっていうことはどういうことかっていう検証ですね。はい、足を上げてもらって、あー、さっきやってたですね。そうです。なんとね、これがめっちゃ強くなるんですよ。
あ、本当だ。辛さはあると思うんですけど、さっきより全然耐えれる。さっきより。あ、本当だ。違いますね。力が入りやすくなってる。そうなんですよ。うん。これ別になんか花粉症の治療だからこうなったわけではなくて、針治療やるとこうなるんですけど、花粉ってなんかビフォーアフターが見せづらい感じもあるので、流れがこう良くなってくると体も軽くなるっていうことがあります。力が入りやすいので、例えば足が力入らなかったら腰肩の負担がこう増えたりとか、そういったところにもつながってくるので。鼻どうですか？動いてます。ちょっと起き上がっていただいて、はい、で本当花粉症が辛い時っていうのはやる前結構もう鼻が辛くて、針をやってる時もなんか鼻水がこう出てくる感じがあるんですけど、終わった後にこう鼻を一回噛むとすっきりするんで、うん、ぜひ花粉症のお悩みで、お薬あまり飲みたくないとか眠たくなったりするので、そういった方は個人差はあるんですけど、今日5回週に1回以上5回受けていただくと、多くの方が変化を感じられているので、ぜひ花粉症の治療を受けられてください。はい、こういった接動画、健康情報、美容情報をお届けしていきますので、評価ボタンとですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。はい、吸えはい、吸えシュッ。なんか吸ってる時高くないです。もうダメ、つぶねを待ってしまった。そういうところ本当に。